皆さんこんにちは。 HD2D 版ドラゴンクエスト3プロデューサーの早坂です。本日は先行プレイ映像のご紹介をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。今回はここロマリアの町からスタートし、シャンパーニの塔にいる盗賊カンダタを倒しに行く場面のご紹介です。 It is he, Robin Hood, the bandit. その塔へたどり着くためにこの広大なフィールドを進まねばなりません。まさに冒険の旅ですね。そして当然ながら冒険に危険はつきものです。今回は勇者、魔法使い、僧侶、そして新職業である魔法使いで編成されたパーティーで進んでいきます。無事に塔に到着しましたが、カンダタがいるであろう最上階まで無事にたどり着くことはできるでしょうか。さあ、いよいよカンダタとのバトルです。Fair play to you. You've done all right making it this far. ユニークな見た目をしていますが強敵ですので、パーティー編成はしっかり整えておく必要がありますね。Well, if you want a piece of me, let's go! たった今、新職業である魔物使いが活躍する場面をご覧いただきましたが、今作の新要素はそれだけではありません。それがこちら、モンスターバトルロードです。ここでは各地で保護したモンスターたちで編成したパーティーで試合に挑むことができ、勝利することで冒険に役立つ様々な報酬を手に入れることができます。というわけで、早速試合に挑むパーティー編成を決めましょう。スライムとアルミラージ、ホイミスライムを保護したので、これでエントリーをします。まずは初戦、彼らに作戦の指示を出し、どんな戦いをしてくれるのか見てみましょう。無事に勝利できましたね。そのまま2回戦へと進みます。残念。ここから先に行くには、さらに強いモンスターを保護したり、今いるモンスターを強くする必要がありそうです。冒険をしながら、ぜひ彼らを見つけてみてください。本日の特別配信はここまでとなります。 HD2D 版ドラゴンクエスト3そして伝説へは11月14日発売です。ぜひ XBOX シリーズ XS とマイクロソフトストアで予約してくださいね。以上、プロデューサーの早坂でした。